はい、横さん。はい。はい。京都に遊びに来ております。はい。ここは、平塚哲司さんのゴルフスクール。はい。はい、京都です。はい。北区。北区。西鴨。西鴨。はい。三丁目。三丁目。西鴨ってんだ。西鴨。あの、あれ、鴨川、はい、そう、あの、鴨川。鴨川。鴨川。いいよね、鴨川。はい。ね、鴨川っぺりランニングしてる人気持ちよさそうですよね。はい、そうそう、京都いいわ、この、美味しいものあって、山あってね。ありがとうございます。はい、この川のせせらぎ。感じながら、そしてこれが平塚、はいはい、クラブティーズがやってる、はい、クラブティーズ、はい、そうです、哲也の哲司、哲司、あ、哲司、哲司の原口哲司さんじゃないんだから哲司の、はい、そうです3月オープンしたばっかり、3月オープンしたばっかりの綺麗な建物でございます。じゃあ中に、はいはい、うちの YouTube ありがとうございます、はい、あるですすげえ広い、はい、これは立派だな、これ、ありがとうございます。ちょっと今こうあの工房を作ろうと思って、おお、まだ機材が入ってないんですけど、これからできるようにめっちゃいいやん、そのやつが、はい、ありますね、めっちゃいいやん、へえ、これからできます。ちゃんとグリップ交換のやつはあるんですけど、ね、おお、はい、あとはここにちょっと機材がもうじき届くはずなんで、あ、そうなんや、はい、自由自在にクラブをいじれるという。おお。もう趣味の部屋。そうそうそう。まあ今1階は7打席ありますね。7打席。はい、7打席、はい。はいはいはい。これで、まずこういうのもちゃんと。これでスタッフさんは、スタッフさんは今ここではね、うん、責任者は山本高政っていう。うん、おお、はいはいはい、はい、多分みんなご存知。福祉大臣。ありますよ。福祉大臣、40歳の。うん、はい、彼今試合でいないんですけども。あ、で、あの、ずっと僕の昔、はい、キャディーとかしてくれて、はい、山ちゃんです、はい、はい、山さん、はい、もうおなじみですね、はい、2011年パナソニックで、上は、上は、うん、一応ちょっとね、まだね、うん、こう、まあ、オープンはしてないっていうか、あ、してないの、まだね、あの、やってなくて、できたてほやほやだ、これから、いや、まあ、前からあった部屋なんで、なるほど、そんなにね、むちゃまだ綺麗にしてないんですよ、はいはい、2階建てっていうのもすげえな。ここはあのシャワールームです。ん、シャワールーム、あ、シャワールームついてる、ついて、へー、ちょっとここは荷物置き場で、はいはいはい、電気どこでつけるの、これから、はい、あ、ごめんごめん、はい、でも3階建てですね、ここ、そう、3階建てだ、はい、すごい、すげえな、なんか酸素カプセルみたいなのあるよ。酸素カプセルはこれもう使わないです。使わないの？あったやつで、もうこれはどっかに持ってきます。あ、そうなんだ。で、ここはあのシミュレーションで。おお。こういう部屋。リップルームや。はい、リップルームで。はあ。これもまあ貸し出して、これからやっていこうかな。あ、そうなんだ。はい、はい。すごい。で、もう一個。これ3階、3階もあるの？ 3階。3階もあんだ。3階はもう完全に俺の遊び部屋になってるって。そこが一番興味ある。3階はもう、こうトレーニングジム。おお、すげえ。おお、すげえ。こんな感じです。すげえ。おお、すごい。へえ。ここで、まあ、もう暇つぶししてます、いつも。へえ。いいじゃないですか。すげえ。もともとこれもね、あの、前の方が置いててくれて全部。あ、そうなの？そうそう、もう好きにしてくれ。へぇ、そのまま使ってもいいし、全部捨ててもいいから、うん、もう好きに使ってくださいってことだったんで。すごっ。めっちゃいいじゃん。まあ、一応もともとスタジオだったわけ？もともとスタジオで。ゴルフスタジオ。そうそう。それで、まあ、トレーニング施設としてここも開放したらしいんですけど。あ、そうなんだ。はい、そうです。へぇ、すごっ。めっちゃいいやん。そうです。ここが今、まあ、ほんまに僕の一番いる場所です、ここは。あ、そうなんだ、ね、ここでトレーニングしたりとか、まあまあ、いろいろあの自転車こぎながらとか。はいはいはい。そうか、羨ましい。ゆくゆくはお客さんに開放できたらなと思いながら、ね、あ、そうなんだ。そうです、絶対開放した方がいいじゃん。あ、そうです、うん、ねえ、へえ、すごい。
で、シャワーあったら完璧だね。そう、完璧やから、うん、そう、これからはちょっと本当にそういうのも含めやっていこうかな。合宿晴れちゃいますね。合宿できちゃうね、これ。また泊まれるしね、また。うん、泊まれる。へへ、休憩室泊まる。山ちゃん泊まってるから。そうなん。遠いから。あ、家滋賀県やから、来るのもう2日連続やったらもう絶対泊まってる。あ、家があるんだ、部屋が。部屋というか、さっきのトレーニングルームのところで、ベッド、布団持ってきて。あ、そうなんだ。あ、これあれか。いや、いいの、このままで。いいの、いいの。いっぱい練習器具ありますね、うん、まだねちょっと少ないんでこれからもっともっと増やしていくんですけど、おうおうおう、ちょっと内藤さんっぽい感じ、ね、そう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 、おうおうおう、はい、山西さんから提供を受けてるものが結構多いですね。そうか、でこの辺りが歴代の歴代の、歴代の、はい、あ、いや、これはもうお客さんで売ってもらうやつです。あ、お客さんの、はい、手ぶらで売ってるんで、へ、まあ、手ぶらで来てもう靴も全部こんないいクラブを、はい、無料でレンタルできるんで、靴、グローブ、ね、靴もすごい綺麗な、綺麗な靴とグローブ、綺麗な靴グローブ揃ってるよ。いや、贅沢、めっちゃいいやんこれ。ありがとうございます。手ぶらでゴルフっていうのはとりあえず、はいはいはい、できるっていう。へえ、あとは、まあ、アウトレさんの、ゴルフスイング解析機っていうか、はいはいはい、全打席についてるんで。全打席に、はい、すごい。これはすげえね。私もスクールやってるんですけど、ちょっと全然違いますわ。狭いし。フライトスコープのなんていうやつかな。ミーボ、はい、ミーボ。ミーボプラス。はい、これを全打席に全部置いて、まあ一人で打ってスイングも見れて、距離もこう測定できて、はい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 、っていうふうには一応。完璧だな。はい、まあ一人で売っててもまあ暇はしないかなっていう。そうだよね。うん、ここで一回一回、そうそう、全部見れる、見れるわけだ、はい。そう。これはいいね、マジで。うん、これ欲しいわ。こういう時代だ。もう各打席に大型モニター。そう。それがないとなんかね、自分でまあ3人ワンセットで見るじゃないですか、はい、1時間。そうすると教えてもらってない時間とか、うんうん、どうなってんのかな、言われたことできてるかなっていうのが自分で確認できて、その空いてる時間でも確認できて打てる、うんうん、それいいですね。そういうとこが利点かな、うん、ねえ、めっちゃいいわ。この椅子いいね、これこれ邪魔じゃん、あれ。そうそうそう、案外と大きいやつね、大きいやつ、うん、これはいいな。出ます。へえ、そうか、そうです、すごい楽しいやん、これ。よし。じゃあ、はい、今から平塚さんに教わりましょう。教わりましょう。はい。ツアー6勝のね。うん、はい。じゃあ、やっぱり平塚といえば、やっぱりプロに入ってから、ぐーっと活躍しました。うん、はい、写真飾ってるの、横さん見た？見てない？いやいやいや。日本シリーズの時の平塚さん、パナソニックオープン。ああ、これね。このパナソニックオープンが逆転優勝でしたっけ？そうそうそう。ね、そうですよね、うん、確か。そう、最後。うん。に勝ったやつかな。練習グリーンでこう、練習してたら、そう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 、おお、ってなって。そうそうそう、もうみんな落ちていって。はい、プレーオフもなくなっちゃったみたいな。ああ、そんな感じ。それか。うん。そしてこれが一番若い時の。これがね、そうか、ね、日本シリーズ。あ、日本シリーズね。これは初優勝だ。そう、ゴールデンプリックス。ゴールデンプリックス。はいはいはい、はい。釣り屋さん。JT カップ。はい、これは初優勝。うん、いや、アルバって書いてあるこの写真は、これなんだ。これは、クラウンズかな。あ、クラウンズで、ね、羨ましいね。クラウンズ買ってみたいわ。恥ずかしいですけど。あと3勝は何だ？あとは、三菱。ダイヤモンドね。2回。俺、それが、そう。ダイヤモンドカップ2回。お笑い。と、お笑いお笑い。お笑いと、お笑いお笑いね。お笑いお笑い。お笑い2回。そうそう、そのイメージが強いな。うん、それと、あとは、広島？
いや、広島。ウッドワン。ウッドワン。ウッドワン広島。あ、ウッドワン広島。そうか。だから、その優勝 しまくる頃は、うん、もう三角形の黄色いさ、手錠つけてさ、うん、ずーっとやってた。うん、あれを聞きたかったのよ。うん、ちょっとね。それをちょっと今日はバッチリと聞かせていただきたいと思います。はい。はい。